右方向、ライトが追いかけますが取れません。フェアになっている。タイムリーツーベースヒット、1点を追加しました。送りバントも行きましたよねこれでね、はい。さあ松本剛のこのタイムリーツーベースヒット、記録ヒットですよね。ちょっとライトの、ね、浜田 の, この気になったかな、動きがちょっと追いついたかなと一瞬思ったんですが、あなんとも言えんな、フェンス気になったというよりも目測かな、うん、目測。試合展開的にもやっぱキャッチしたかったところですもんね、はい。さあ先ほどのヒットで2試合連続安打とした松本剛、今度は引っ張ったレフト線、フェアになります。そして松本剛2塁へ、素晴らしい走塁、右へ左へ、今日ツーベース2本目。レフト緩めましたもんね、ちょっとね、青木が ね珍しく。まあ、ただかなりこのレフト線を開けた守備隊形でもありましたね。緩めたように見えたんですけどね、これスローで確認しましょうか。あ、違うわ、打球が思ったより来なかった。そう、もうこれ天然の芝生の特徴ですね。青木が緩めるはずないですよ、うん、土井さん。いや、私言ってないです。いや、驚いて言って、青木ってそんなプレー際そんな緩めるかなと思って見たら、はい、全然違います。